いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2012年モデルルノーメガーヌルノースポールをご紹介させていただきますまず外装面の状態からですがフロントバンパー左側に線キズと数箇所飛び石があり ボンネットに同じく数箇所飛び石とアルミホイル3本にがり傷がございます運転席のドアのエッジ部分に傷と左側のドアパネル部分に線傷があり左側のサイドスカートに同じく線傷がございます右側の ドアパネル部分から右のリアフェンダーにかけてへこみがあり右のリアフェンダーにへこみ傷と数箇所、線傷がありリアバンパーに線傷がございますさらにトランクパネル部分に傷がございます。 走行距離に関しましては、約1万キロと低走行なお車です。外装色はグリカショーペメタリック、インテリアはブラックファブリックの組み合わせとなっております。高い走行性能をお楽しみいただける、ルノーのスポーツモデル、メガーヌ・ルノースポールでございます。エクステリアには、専用のレッドキャリパーや、 ブラックペイントのアルミホイルインテリアにはイエローカラーシートベルトなどが装備され非常にスポーティーに仕上がった一台です純正のオーディオシステムやクルーズコントロールをはじめ快適装備も充実した一台ですヘッドライトにはキセノンのヘッドライトが採用されており 夜間走行時も安心してお乗りいただけますエンジンスペックに関しましては2リッター直列4気筒のターボエンジンが搭載され最高出力は250馬力を誇りますアルミホイルは純正の18インチアルミホイルが装着されておりキャリパーはレッドキャリパーが標準装備されておりますので 足元までバッチリと決まった1台ですまたタイヤの山に関しましては前後ともに残り7分山程度となっております続きましてリア、ご紹介させていただきますマフラーはセンター1本出しのマフラーが装備されておりメガーヌらしい力強いサウンドを楽しみいただけます合わせてトランクスペースのご紹介です トランクの開閉は手動で行っていただきます。トランク全体十分な容量を確保しており後部座席を倒していただくことにより長い荷物にも対応が可能です続きましてインテリアご紹介させていただきますシートはブラックのスポーツファブリックシートが採用されております 運転席、助手席ともに目立った使用感はなく、きれいな状態を保っております。ステアリングは3本スポークのステアリングが採用されており、クルーズコントロールが装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。またセンターには純正のオーディオが搭載されており、車内では音楽もお楽しみいただけます。 シフトは6速のマニュアルトランスミッションが装備されておりギアのつながりも非常にスムーズですのでどなたでもお楽しみいただける1台です合わせて気になる車内の匂いですが若干方向材の匂いが残っておりますでは今回は2012年モデルルノーメガーヌルノースポールをご紹介させていただきました 市場ででも高いい人気を誇るルノーースポールでございます250馬力を発生させるハイパワーエンジンに6速のマニュアルトランスミッションが組み合わされておりますのでドライブをお楽しみいただけること間違いなしの1台ですまた純正のオーディオやクルーズコントロールをはじめ快適装備も充実しております お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。